8月23日、人気アイドルグループ、ストーンズの YouTube チャンネルに、メンバー全員で列車旅に出かける動画が公開され、大きな話題を呼びました。この動画は、これまでも何度か公開されてきたアポなし旅、と題する恒例の人気企画で、今回の旅は浅草駅からスタート。メンバーたちは、東武鉄道の特急列車、リバティーケゴン、 のボックス席で目的地について話し合いながら旅の計画を進める様子が描かれています。しかし動画公開後に X 上のファンからは思わぬ反応が続出しました。中でもジェシーが自動車免許の話題に触れた場面が注目を集めています。ジェシーは免許を取得したいと意気込んでいましたが合宿に行かなければならないことを指摘されると どこか寂しげな表情を見せます。このシーンを見たファンは、2024年7月に女優、綾瀬はるかとの真剣交際が報じられたこともあり、ジェシーが彼女とのドライブを想像しているのではないかと感じたようです。その結果、免許の話に裏を感じたファンも少なくなく、一部では、のろけ、と受け取られる事態に。 ジェシーとしては誠実な対応を見せたかったのかもしれませんが、ファンの心情を全て理解することは難しいのかもしれません。